こんにちは、レトスの大野です。4月11日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。予備校も独学と変わらない。独学と予備校違うでしょう。そう思ってる方はたくさんいらっしゃいます。もちろん予備校では先生が前で話したり DVD などで先生の講義を見ることができます。しかしその内容自体は市販で売られているテキストの内容とそれほど変わりません。逆にテキストを読むよりも動画学習の方が頭に入りにくいんです。なぜならテキストを読む場合っていうのは積極的に内容を自分から取りに行こうとしますよね。一方で動画や先生の講義の場合っていうのは受け身になるんですよ。で、結果的になんとなく分かった気になって終わる場合がほとんどです。本気で授業を聞いて考えることをしないと頭に入りません。さらに予備校に行けば先生に質問できるということをメリットとして考える方いるんですけれども、実際授業に出ている方っていうのは数十人いるんですね。一人当たりの質問時間で言うと5分から10分程度なんですよ。これ一人当たり例えばね30分とか1時間無制限ってやってしまうと先生は質疑応答だけでもう数十時間かかっちゃうわけですよ。なので時間的にも無理があるんですね。しかもこの質問っていうのは授業に出ている、まあ、週2、3回ぐらいしかやっぱ行えないんですよね。まあもちろんね、毎日学校に行くってことをやればいいんですけども、その学校に行くにしても、行く時間かかるわけじゃないですか。だからそこも無駄ですよね。つまり結局ほとんど質問ができないっていう状況なんですよ。従って結果として独学と同じになってしまうんです。私自身予備校に通ったことがないので知らなかったんですが、今お伝えした内容っていうのは弊社の個別指導の受講者様で、過去に予備校に通っていた方々からの情報です。これらの情報っていうのは一人や二人の情報ではなくて、数多くの人たちが言ってました。皆さんそれぞれ違う予備校に通っていたんですけども、内容的にはどれも大体同じです。その点弊社レトスの個別指導っていうのは、質問も無制限。しかも365日、24時間ご質問受け付けております。何度でもご質問いただけますので、多い方だと収録ペースで質問していただいております。それでも全然問題ございません。合格していただくことが私の目的なので、お気軽にいつでもご相談いただける体制になっております。もし今年合格を本当に望んでいるっていうのであれば、ぜひ私にお力添えさせてください。あなたの合格の一翼を担えたら私自身も嬉しいです。個別指導についてはこの動画の最後にお知らせいたしますので、ぜひご確認いただければと思います。それでは3問に入ります。A は B に100万円を貸した。そして AC 間で保証委託契約が結ばれた。時効期間の経過前に B が債務を承認した場合、B の時効は更新するが、保証人 C の時効は更新されない。丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず A が B に100万円を貸したということなので、A が債権者、B が債務者ですね。で、AC 間で保証委託契約が結ばれたということなので、A は債権者に対して C は保証人と、まあ、いうことになります。で、債務者 B が承認をしたんですね。債務を承認した。つまり、債務があることを認めたっていうことです。100万円借りてますよってことを認めたんですよね。で、認めることによって B の時効は更新する。一方 C の時効は更新されない。丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。どちらの時効も更新します。債務者が債務を承認すると、債務者だけじゃなくて、保証人の時効も更新するんですね。つまり、債務者 B も保証人 C も、時効は更新します。まあ、だから×ですね。で、時効の更新って何かっていうと、時効期間がスタート地点0に戻って、1からスタートをし直すことを言うんですね。時効期間っていうのは、刻一刻とこう過ぎていくわけですよ。時間がどんどん経過するんですけども、時効が更新することによって、一旦0に戻って、まあ、つまり、初めの地点に戻って、そこからまた1日目、2日目、3日目って、時効期間がまたスタートし始めるということなんですよ。まあ、昔の時効の中断と一緒ですね。意味としては。まあ、なんで、ここは覚えやすいんじゃないのかなと思います。で、今回、債務者だけじゃなくて、保証人も時効が更新しています。で、これっていうのは、保証債務に不従性があるからなんですね。で、今回ちょっと保証債務のこの不従性のところについては、ちょっと細かくは解説しないんですけども、この問題のポイントっていうのは、もう今話した内容だけなんですよ。保証債務に不従性があることによって、
債務者だけじゃなくて保証人の事項も更新するんだっていう話なんですね。ただこれを理解するためには保証の性質などもう複数の部分を理解する必要があるんですよ。で、富豪各社の多くは複数の分野が絡む複合問題を苦手としているんですね。で、これを克服しない限り合格は難しいです。で、こんな複合問題も個別指導では改正民法の基本から一歩ずつ教えていきますので、ご安心いただければと思います。で、問い2ですね。媒介業者、宅建業者 A は媒介契約が成立するまでの間に代金に関する融資の斡旋について融資条件を重要事項として説明したが、その融資が成立しない時の措置について買い主に説明しなかった場合、宅建業法違反となる、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。重要事項説明として代金または交換差金に関する貸借の斡旋内容だけではなく、斡旋が成立しなかった時の措置も説明しなければなりません。よって宅建業法違反となります。代金または交換差金に関する貸借の斡旋内容、これどういうことかっていうと、お金を貸してくれる銀行の紹介などについての話なんですね。斡旋っていうのは、まあ紹介っていうイメージですね。お金の貸借に関する斡旋なので、まあ住宅ローンを組む際の、まあ、銀行の紹介ですね。そういったイメージで大丈夫です。また売買契約は締結したけれども、もしお金を借りられなかった場合どうなるのか、つまりローンの審査が下りなかったってことですね。そういった場合どうなるのかを重要事項として説明する必要があります。重要事項説明書の記載事項に関する問題は非常に細かい部分まで出題されます。なので、より多くの問題を解くことで頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。農地法です。ゴルフ練習場の、建設のように供するために、市街化区域外の4ヘクタール以下の農地を取得しようとする場合、都道府県知事の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。まず、市街化区域外であることを押さえておきましょう。市街化区域内の場合だと、農業委員会への届け出だけで OK なんですね。で、今回の問題文で言うと、市街化区域外なんですよ。市街化区域外なので、原則通り許可が必要だということになります。農地転用プラス権利移動については面積に関係なく、都道府県知事等の、ご上許可が必要です。今回農地転用してますよね。ゴルフ練習場に変えるって話なんで、農地転用します。また、農地を取得するってことは、誰かから誰かにこれ権利が移動するわけですよね。なので、権利移転も行うと。まあ、したがって、ご上許可が必要だと。で、そもそもなぜ、市街化区域内っていうのは届け出だけでいいのかご存知でしょうか。これ単に覚えてる方もいるんですけども、理解すべき部分ですね。なので、こういった部分については、個別指導で、解説していきます。丸暗記学習だと、もう運任せになっちゃうんですよね。もうどんだけ勉強しても実力ってそこまで上がりませんので、もう運になっちゃうんですよ。で、そうすると来年もやっぱ落ちる確率ってやっぱ高くなってくるんですよね。まあ大体そういった方っていうのは合格点マイナス1点とかで落ちちゃうんですよ。で、そうすると合格点マイナス1点だから、あとちょっと頑張れば合格できるって思っちゃうんですよね。これ錯覚なんですけども。これでも、実際のところ同じように勉強量を増やしたところで理解できていないわけですよね。丸暗記学習をさらにプラスアルファ1年続けるって話なんで。それだとまた結局合格点マイナス1点で落ちると。もうこれがずっと続くわけですよ。で、ここを抜け出すためにはもう理解すべきところをちゃんと理解するって、もう理解学習をやっぱ実践しないと、ここの壁ってなかなか、突破できませんので、ぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。